フットボールファンの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。フレンドリーマッチをお送りします。解説は中西哲夫さん、実況はジョン・カビラでお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。試合前に一言伺いましょう。中西さん、今日の試合はどうご覧になります？両チームとも縦に速い選手が多いので、カウンターを警戒するべきですね。はい、ここで両チームの選手入場です。今、試合前の記念撮影が行われています。画面ではこの試合の予想フォーメーションを表示しています。キックオフで試合がスタートしました。どういう試合になるか楽しみです。アウディレス、このボールは中央へ。どう展開するのか。タランテール、激しい奪い合い。5分経過。ディノバッジョ、サイド攻撃、サイドから折り返してくる。アルゼンチン、ゆっくり回します。左へ、前方へ、前へ、ゆっくりとボールを回します。ショートパス、ケンプス、前、これはファールを取ります。いい位置でフリーキックを得ました。ゴールか、入った、ゴール、スロバキア先制。試合が動き始めた。ただいまのシーン、スロー VTR でご覧いただいております。アルゼンチン、しばらくは大事な時間です。スライディング。前半15分、アルゼンチン、じっくりとパス回し。コスタクルタ、前に送って前方へ。ルイス・カムラン、もう一度バッティ、これはファールです。前方にフィード、こういうボールをチャンスにつなげたいですね。アルベルティーニ、前、ガレコ、前、タランテーリ、縦に出します。どう展開するのか。あっと、前に出した。さあ、止めた。コスタクルタ、前に送って。前半25分、ドナト、これは笛です。キューバ、前に、前線へ。パスの精度が高いですね。オルキス、アウディレス、いいですね。短くつないで。前半30分過ぎました。オフサイド。ただいまのオフサイドシーン、今一度ご覧ください。これは微妙でしたね。パリウカ、輪にボールを送る。こういうボールをチャンスにつなげたいですね。ディノバッジョ、仕掛けます。うん、スペースへパスを出した。ここにおっと、センタリング、入れさせません。前半35分をすでに過ぎました。奪い返す。これはいいカバリングですね。9番、繋いでいきたいところ。シュート、強烈なスライディングタックル。前半終了まであと5分。ベルトーン、サイドを駆け上がります。右へ、後ろへ、守り切った。ロスタイムに突入しました。激しいタックル、いいカバーリングです。スライディング、もうほとんど時間がありません。前半戦終了。
さて中西さん、はい、アルゼンチン1点リードしていますが。そうですね、非常に見どころの多い試合でしたね。この調子で頑張ってほしいです。なるほど、それでは後半もどうぞお楽しみください。さあ後半戦いよいよ開始です。イタリア、劇的な逆転を見せてほしいものです。マッサーロ、ディノバッジョ、前に出す。しかしカット、オルキス、オルキ、縦に出します。激しい奪い合い、ゆっくり回し、全ファールを取られた。パサエラ、前に送って左へパスを通します。タランテーリ、いいですね、前方へ。アルゼンチン、ゆっくりとボールを回します。いいですね。おっと、前に送った。ラッキー。イタリア、後半10分が経過しました。強烈、激しい奪い合い、オルキン、前、どう展開するのか。裏をつきます。打て、選手の交代が行われています。マルディーニ、縦に出します。イタリア、ゆっくり回します。マス、うわ、抜かれた。よくしのいだ。後半20分経過。アウディ、アルゼンチン、ゆっくりとボールを回します。つながればチャンス。セーブ、頼もしいですね。マッサーロ、センターに戻します。右、オル、前に送って。後半30分経過。ボールを足元へ。ラッキー、押し込め。スロバキア、さらにゴールを重ねていく。ただいまのゴールシーン振り返ってみましょう。ここで選手交代があります。アルゼンチン、さあしかし2点差ではまだ分かりません。最後まで守りきることができるのか。ここは当然守備に重点を置いてくるでしょう。カサグランデ、スペースへパスを出した。アルゼンチンボールになります。左へパス、止めた。しかしカット、パサエラ、前、あと5分です。この時間帯でも全開ですね。アルベルティーニ、副審がファールを取りました。これはレッド。いらないカードをもらってしまいました。マルディーニ、前方にフィード。カサグランド、おっと、前にはたいた。ベルトーン、ボールは中央へ。バッティ、前に出す。ヘッド、カサグラ、試合終了を告げるホイッスルが鳴り響きました。実に残念です。残り時間も少なくなってまいりました。本日の解説は中西哲夫さん、実況はジョン・カビラでお送りいたしました。中西さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。